これじゃない？出た。モルドラジリック、無理だろこんな武器じゃ。おい、ふざけんなこいつ。どうすりゃいいんだよ今の。走って逃げるしかないか。なんだこれ、頭ぶつけさせる。いや無理でしょうこんなん。岩に頭ぶっけさせんじゃん。これ何これ、火？こういうこと？あべ。持っててよかったな、この武器。いやー、どないせえっちゅんだあれ。4箇所あんのこれ。とりあえずこれつけてって、これつけっとなんかいいことあんの。あ、ここもか。やめーマジで。モルドラジック関係ないとこ来たー。ピョンって跳ねたらもう矢で撃つしかねえ。これできたら、まあ、とりあえず撃つしかないよ。なんだこれ、出てこねえじゃねえか。回復した。なんだこいつ。ああそういう、これってさ、あれじゃダメなのかな。ベクトルが違うかといってなコギ今もらわなきゃいいか。
どうすりゃいいんだ。上にいるから出てこないのか。なんであっこで飛んだの。爆弾投げてみるか。え、マジでダメなん？これ着ててもダメか。これ食うしかねえか。何分これ。なるほど、爆弾ね。待て、どうすっかな。この辺で。なんだよ、これだけかよ。あ、行くかこれ。うお、つえ。ウルフォサさん、ありがとう。マジボスによっちゃ全然出てきた時か。さんありがとう。マジ強えんだから。ひよっ、すげえ、エレいっぺ出てきちゃう。セビレ強っ。王家の両手剣、あーじすっかな。でけえ。あ、これいんねえよ。考えるまでもねえ。もう来たー。よし。で、これをあれ誰に届けんだっけ。これか。うん、メルエナ、メルエナの旦那。これあれか、砂漠の最近結婚したって言われじゃなかったっけ。暑さに耐えらんねえことあんだね。え、じゃあどうすりゃいい。もう持ってるしかないのかな、アイテム。うん、クラクラになってたな。いやはや、もう全部使ってる。全部使ってるよ。10分6分2分。全部使ってる。チームプレイだから。うん、いや、愛ですね。これが愛の力だ。買ってもいいんだよな、色違い。買っ
買うか、かわいいし。色違い、あ、色違いコーデできる。お、色違いコーデできんじゃねえか。どうしよっかな。3種類で色変える。あ、やべ、バレる。ズボンだけ色変える。いいじゃねえかよ。ありあり、絶ありだろこんなもん。ん？ああ、そっか、いたな、そういえば糸族の人。ここいなかったっけ？あれ？サバール。うん。うん、そらそうよ。え？やり使い。昼じゃない、昼じゃねえや、夜じゃないっていないのかな。めっちゃ寝室か。あ、弓。サバーうい。例えばあの帰ってきた子まだ会ってねえんだよな。帰ってきてるはずだが。サバー、まあ、パ、え、うっす。お、これだ、この子だ。サバーク。あ、すごい、なんか乙女だな。この人たちなんかやっぱ強く、女たちの部族だから、うん、そういう風になってんだろうけど、やっぱ乙女だよ、女の子だもんな。サクサク、ありがとうってことか。いや、十分すぎる。よかった、幸せにの。ボブル、いや、こういう人はいた方がいいな。うん、なんかあれだわ、安心して任せられるわ。ザバーク、わっしゃ、料理教室。あ、教えてくれんのかな。色っぽい姉ちゃん、みんな色っぽい姉ちゃんだ。色っぽい、うーん、強い。みつば、あ、知ってる、あったね、そういえば馬宿に。あ、優しい。はい、それだけか。
龍獣神のとこ行くかじゃ。遊び来たで、こっちです。すぐ間違える。こっち？へい。サーブ。ウルボザ。だなあ。二回やってしまった。なんかあっかなって思ったんだけど。かわいい幼女コレクションが増えた。おい、うん、使っちまった。あ、いや、ボッコれました。ダイヤモンド1個、火打ちが5個。ゲルドのね、そっか、あれもらったやつだったわ。しまった。まあ盾があっからいっか。まあでも素材があればまた作れんだな。すごいね。ゲルドのナイフか。どっか売ってねえかな。外行ったら売ってねえかな。ダイヤモンド1茶使うんだ。いやでもなんか、もっと来たいよな。あら、あらかわいい。悲しそう。リーバルトルネードいつでも OK だ。うっす、服を買ったな。おや、あエステ肉。あ、ここ売ってんだね。あ、楽しそう。まあ、また縁があったらって感じかな。ここのお姉さん髪型が違う。砂漠。うん、うん、ハンドメイドアクセサリー。ああ、そうなんだ。火打ち石、あ、いっぱい持ってる、多分。うーん、うん、はあ、だから宝石がお好き。うん、はあ、うん、うん、あ、ルピー引っ掛けてあるわ。まあ、うん、うん、お、じゃあこれで耐寒性効果全部じゃあるんだ。ルビー、サファイアは暑さ。あー、それいいな。これは
感電を防ぐ。これやべえ、全部欲しい。とりあえずこれかな。はい。サファイアの頭飾り。うん。うん、ここでつけたらまずいかな、出ないとな。そっか、あの剣、そっか、秘宝だったな。やっちまったな、これでいっかってなんか適当に使っちゃった。いいじゃねえかよ。別に暑さ対策のあれはついてないね、こうやって見ると。強化してもらえっかな、これちょっと見に行ってみよっか。ういっ、うん、アクセサリー屋さん開いたらまたちょっと買いに行こっか。大事だべあれ。いやでもこれが一番大事だな、とりあえず砂漠歩くんだったら。寒いとこは大丈夫だかんね。っていうかあれだね、砂漠の暑さとゴロン族の、うん、あの炎に耐えられんだったらって思っちゃうけどな。ちゃんと住み分けされてんだよね。あ、妖精はそういえばしゃがんでゆっくり近づくと取れるみたいです。シャーッつって、虫関係もそうみたいっすね。降りてくる時を待つか。あ、来そう。来たー。そっち行っちゃったか。あ、こそーり、お願い、来て。こっちすげえ低空飛行してる。やる。大体3匹ぐらいずついるんだよな。オッケー。これあれかね、かかりこ村の要請もこれで。まあいいや、別に噛み合った時でいいね。あっちでもここあるからな、行かねえんだよな。行くか。また匂いを嗅がれる。香りを感じる。うん、二枠目。蛮族のハラム。サファイア、あーサファイア使うんだ。わあ、じゃあ使わないで今度から取っとかないとな。ふん。あ。ういっ。ライネルの鶴、あいつかー、あいつもっかい倒さないといけねえのか。この間ボコスコにやられたかんな。いやーきついっす。同じやつだね。ふーん、残念。とりあえず
あれ、妖精を回収に行ってみっか。なるほどね、しゃがみで行けばいいんですね。虫とかもか。暑さ対策。サファイア、もうあれか、売れねえな、じゃあ。うん。もう一匹いるよ。あ、くそ。消えた。意味のない写真が一枚撮れただけだ。忍びのあれつけた方がいいのかな。あれ、妖精いない？いない感じ？あ、蝶々がいる。ダメだ、捕まらんね。妖精いねっすね。残念。3匹以上捕まらんねとかあんのかな。こっちの合わせたら6匹だぜ、やったぜってなるとこだったんだけど、対策されてる。さて、どうしますかね。